松平忠明。松平忠明らは、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。江戸幕府大政三与。奥平松平家の祖。三河国作主藩。伊勢国亀山藩。摂津国大阪藩。大和国軍三藩。張馬国姫路藩主。同盟の人物に、古生組、番頭、書院番頭、日光奉行。 江戸地検分隊長などを務めた江戸時代の旗本、1765年から1805年がいる。天正11年、1583年、徳川氏の重臣、奥平信正の4、男として誕生。母は、徳川家康の娘、亀姫、聖徳院であり、家康の外孫にあたる。天正16年、1588年、 家康の養子となり、松平正を許された。署名は、清忠、清忠。文禄元年、1592年に、兄、家春が死去したため、その家徳を継いで、上の国長根に七千国を与えられた。慶長四年、1599年3月11日、叔父徳川秀忠から、忠の字を賜り、忠明と名乗る。慶長五年、 1600年の関ヶ原の戦いでは、父と共に徳川方として参加した。慶長7年、1602年9月、三河作史藩主となる。慶長15年、1610年7月27日、伊勢亀山藩五万国に数を違法された。慶長19年、1614年からの大阪冬の陣では、美濃国の諸大名を率いて河内口方面の大将となる。 もともと、美濃の諸将を率いるのは、加納藩主の兄、奥平忠正の役割であったが、出陣前に病没し、加納からは父による、大三人もなく、兵だけが忠明の指揮下に使わされた。そこで、忠明が代わって、加納の兵力を含む美濃諸将を束ねることになった。忠明の動員兵力が、伊勢亀山の所領分よりも、異様に高かったのはこのためである。 あとに九戦協定が豊臣氏との間で結ばれると、家康の命令で大阪城外堀、内堀の埋め立て奉行を担当した。慶長20年、1615年からの大阪夏の陣では、道明寺の戦い、本田の戦いに加わる。戦後、大阪の陣での戦功が考慮され、家康の特命により、摂津大阪藩十万国の藩主となり、戦災復興に当たった。 戦時の間に中断されていた運河改作が有志によって再開され完成に至るとこれを称した。この運河を道頓堀と名付けたのが、忠明だと言われている。復興の手腕を高く評価する幕府によって、元那五年1619年に大和郡山藩十二万国へ数を移法された。寛永三年1626年7月には、重廷で三大将軍。 徳川家光と共に上落し、8月19日には、14位下、自重に、ジョイ、任官された。なお、郡山藩主時代には短期間ながら、剣術の達人、荒木又衛門を家臣に取り立てていた。寛永九年、1632年1月30日、大御所秀忠の遺言で、大御国彦根藩主、伊伊直隆と共に家光の後見人。 大政産与に任じられ、官営十六年、六百三十九年三月三日には、針間姫路藩十八万国に家造違法され、西丹大と位置づけられ、江戸幕府の宿老として幕政に重きをなした。官営十一年、百四十四年三月二十五日、江戸藩邸で死去した。去年六十二、後を、長男、忠広が継いだ。 忠明の自責とされる都市計画には主に以下のものなどが挙げられる。これらのうち実際には忠明以降の幕府直轄領時代に実施された計画も多いが、その準備を含めた明は大阪都市計画史上特筆すべき業績を残したのである。忠明は豊臣時代に築かれた大阪応募隊として、その支配機構を制度的に強化する一方、 市街地の拡大を積極的に進めた。京町堀川、江戸堀川、道頓堀川の改作は、明らかに西横堀川から、西のいわゆる下線上、西船場地区と船場の南の島の内の開発を意図したものであった。これは、元那五年以降の幕府直轄領時代にも継続して、進められ、阿波堀川、天堀川、長堀川、立売堀川、 薩摩堀川、安治川、堀江川、南馬入堀川、高津入堀川などが次々と改作された。この結果、従来の上町、内町、東船場、船場、天馬に加えて、下船場、島の内、道頓堀、堀江、南馬新地、西高津新地などの地区が懲罰化され、17世紀前半の官営期、1624年から1644年、 には、いわゆる、大阪三里が成立することになる。大阪三里とは、一種の地域区分で、天馬組、天馬、北組、船場の北半、南組、船場の南半と島の内を指し、その後町場化された地区は適に各組に分属された。各組には、総会所、近世大阪の総都市寄りが詰めた役所が置かれ、その会組織である町々を統括したのである。こうした、 市街地の拡大は、次に見るような章と大阪の発展時を一にした、ものであったことは、間違いないが、それと同時に、徳川市によって行われた、大阪城再築工事とも大きな関係があったことに、注視しておく必要がある。徳川市による大阪城再築工事は、松平忠明天保後の元那六年、1620年、より始められ、寛永五年、 1628年頃に完成を見ている。これは江戸城と同様、諸国の大名に労働力を軍役として挑発する天下武神で行われ、秀吉の大阪城のおよそ2倍の規模を目指した大掛かりなものであった。こうした工事が大阪の市街化に拍車をかけたことは想像に難くない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。